今日はマイクラで対決だ。どんな対決やるのかな。誰が一番早くおでんに干潮できるか対決。なんだよその対決は。なんか文句あるのかい、アゴーデンくん。アゴーデン、略してアゴーデン。何かいい案あるのかな。ウォーデン建築対決なんていいんじゃない。じゃあそれで決定だ。皆さんどうも、トルトルピカン先生です。今日はウォーデン頑張って作っていきますよ。リアルな顔のウォーデンを頑張って作っていくよ。リアルに作るなんて、これは先生期待だね。先生に期待したって抜け毛しか出てこないよ。今回もウォーデンの画像を歩くしてドット絵にして、それを見ながらそれ通りブロックを置いていきましょう。また見本見るのかよ。ずるな大人はこれだから嫌だよね。だけどそれ通り置いていくのだって時間かかって大変だからね。まずは口から作っていきましょう。だけどちょうど良さげな色のブロックがないから、似たブロックで頑張って作っていくよ。なかなかちょうどいい色ってのがないもんなんだよね。似た色でうまくいってくれることを神に祈るだけ。祈る神も抜けちゃいましたとさ。めでたしめでたし。髪の毛の神じゃないからね。口はでっかい分厚いブーメランみたいな形してんだよね。ただただブロックをどんどんと置いていく。いい感じになってきたかな。ってずれちゃってる。思いっきりずれちゃってるじゃないか。見てやってもこれなのかよ。先生面白すぎる。どこでずれちゃったんだろうな。仕方ない、直していきますか。先生ミスして直しちゃったのでマイナス5000万ポイント。どんだけマイナスされるんだよ、厳しすぎるから。ここからはもう見本を見ずに強引につなげていくか。うまくつながってくれるかな。まあ先生だから大丈夫か。強引につなげてみたけどどんな感じかな。おお、これはなかなかいい感じにできてるんじゃないのかな。さすが先生、いい感じにできてるな。そろそろ僕も行きますかと思ったけども、先生まだまだ時間かかりそうだし、ぐたら寝てますか。寝るな寝るな、やる気出しなさいよ。プリプリプリポンチ。唇は肉付けしていい感じになってきたね。さすが先生、完璧だね。続いて顔の輪郭を作っていきましょう。口に合わせていい感じに肉付けをしていこう。こんな感じでどうだろうな。いいねいいね、このまま肉付けしていきましょう。肉付けするだけじゃなくて顔の模様もつけていきましょう。これって顔の模様だったのか。ただゼリーの食べ残しが顔にくっついてるだけだと思ってた。ウォーデンゼリーなんか食べないでしょう。次に顔の輪郭を作っていきましょう。しっかりと周りを囲っていく。そしてこんな感じ。あとは頭と角の輪郭を作って真ん中を埋めていけばいいだけだね。かなり完成に近づいてきてるね。土井くんはやらなくていいの、先生完成しちゃうよ。もういいや、今回やらなくても。やりなさいよ、ほんとめんどくさがりやかな。それじゃあやらせていただきます。それじゃあウォーデンの画像を見ながら建築頑張っていきましょう。結局自分も見本見るのかよ。さっき先生に対してブー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 言ってたのに。ブー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 ノスケ細い。どうもブーノスケです。なんか変なの出てきたよ。足は横6の縦6、高さ12で作っていく。白と灰色でこんな形を作って、あとはもう全部黒黒黒。続いて体作り。体にはなんか変な模様があるからね、それはもう適当に作っていきますか。見本見てるんだしちゃんと作ろうよ。建築的とすっきりせんと、黒くて美味しいかりんと、高くそびえるエッフェル塔。急にバカキン出てきたよ。お腹の色はこの色でいいかな。もう適当適当、もう最終的にウォーデン見たく見えたらいいでしょう。こんな考え方でうまくできるのかな。青い色と白い色を使って長方形を作っていく。これを8本作ればいいんだね。なかなかいい感じじゃない。
と思ったけども、体はちょっと前に出そうと思ってたのにまっすぐにしちゃった。平面で平らな体になっちゃってる。間違っちゃったよ。あじっぴじっぱ、ちょこっと前に出して行こう。もうミスしちゃったからマイナス10ポイントだね。先生マイナス5000万ポイントだったのに、自分には優しいな。よく言うでしょ、自分は天国他人は地獄。聞いたことないよそんな言葉。模様が8本できました。あとはお腹の真ん中に青い模様をつけとけばいいだけだね。かなりいい感じにできてきたね。続いて腕。腕はなんかもう白っぽい模様つけときゃいいでしょ。どんどんと適当になってっちゃうの。だけどこんな感じでいいでしょ。ほんとだね、ワーデンらしくなってきたね。プリプリプリポンチ。先生だって頑張ってやってくよ。顔の黒い部分を塗りつぶしていく。これでどんな感じになったかな。おお、いいねいいね、いい感じになってるね。おお、リアルな感じがあってすごい。そういう先生、次に角の部分を作っていこうかな。もっといろんな青色が欲しいんだけどな。これだけの青色でうまく作れるかな。青色置いて置いて置きまくれ。どうだろう、こんな感じで。やっぱり似たような青色が多すぎてなんかうまくいかなかったな。全然いい感じに見えるけどね。続いて頭の輪郭を作っていく。そして左側の角を作って真ん中を埋めていけばもう出来上がりだよ。結構簡単にできちゃいそうだ。左側の角はこんな感じでどうでしょうか。やっぱり色が一色に見えちゃってなんかリアルさが全然足りないな。だけど全然すごいけどな。言われてみたらかなりひどい作品だね。全然ひどくはないけどね。バカキンに比べたら全然いいよ。あれ読んだかな。読んでない読んでない、読んでないのに来ちゃったよ。じゃあ僕もせっかくだから作っちゃおうかな。ブロックを置いて、はい、できました。これのどこがウォーデンなんだよ。茶番はここでおしまい。それじゃあ僕は顔を作って仕上げといきますか。あとは顔だけか、あっという間だね。顔は別に難しいところもないからね。ただただ口作って頭つけて角つければおしまいだからね。確かに見本通りつければいいだけだもんね。口はこんな感じでどうだろうかい。いいねいいね、いい感じ。顔の周りの部分を埋めて、あとは角だけになったよ。ラストスパートだ。もうこっからは適当適当適当、もう角っぽく見えたらいいでしょ。もうすぐ終わりなんだったらビシッとやろうよ。いけ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 、こんな感じでどうじゃろう。おー、いいね、最高。反対側もこれでどうだ。いい感じ。あれなんか高さ違う。だけどまあもういいでしょこれで。ほんと適当だな。これでワーデン出来上がり。おお、うまくできてなかなかやるじゃないか。プリプリプリポンチ。負けてられないな。先生も修正してうまく作っていこう。これで形はいい感じになったと思うんだよな。いいぞいいぞ、あとは中を埋めて埋めて埋めまくるだけだ。先生もこれでいよいよ完成か。完成したウォーデン見ていただきましょう。どうぞ。これはすごい、すごすぎだよ先生。ウォーデンがリアルにできちゃってる。負けてられないな。じゃあ僕もパワーアップさせてやる。もうこれで完成してるでしょう。こっからどうやってパワーアップさせるんだ。バリアブロックを使っていくよ。これをお腹のところからめちゃくちゃ伸ばしていく。バリアブロックで何をする気なんだろうな。筒みたいにどんどん伸ばしていくよ。伸ばすのはいいけどさ、バリアブロックだから見えなくなるんだよね。見えなくなったって大丈夫だよ。この中にマグマを流していくんだからさ。何のためにマグマ流してんだろうな。たっぷりとマグマを流して
さ、マグマビームの出来上がり。ウォーデンはマグマ出さないんだけどな。というわけで今回の勝負はここまで。今回の勝者は僕の日。なんでだよ、先生のすごかったでしょ。先生はマイナス5000万ポイントだから絶対勝てません。ルールがめちゃくちゃなんだよな。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ポンポールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。